第7回、第7回経歴社会人を始めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは令和2年度第7回の定例会見を始めます。本日の発表事項は4点であります。まず1点目ですが、岐阜市センターゾーンにおけるオープンスペースの利活用に向けた社会実験についてお伺いします。まず、取り組みを経緯といたしまして、現在、岐阜市にセンターゾーンにおける岐阜駅周辺エリアや矢田製鉄においては、市街地再開発事業と、リノベーションまちづくりの両輪による市街地整備を含めて、サンデーミュージックマーケットなどの民間のさまざまな取り組みにより、町が躍動し、にぎわいが生まれております。政府が行った民間調査によりますと、2020年中部圏の、借りて住みたい町的ランキングでは、岐阜が2年連続で第1位を獲得し、今大変注目されております。一方、町中には、多くの公共空間や、オープンスペースがあり、これらをより生きた空間、魅力的な空間として活用していくことが重要だと考えております。その取り組みの一つとして、道路空間の活用方策を模索するため、昨年11月に、金華橋通りで実施したトランジットモールに合わせて、歩道側の3車線を歩行者空間として人工芝やクッションなどでゆっくりとくつろぎ、スケートボードなどで遊べる柳瀬パークラインとめ打ち、道路空間の新たな活用方法を昨年は提案したところであります。多くの方に訪れていただきまして、楽しくゆったりくつろげる空間を感じたいという声を、多くいただくなど、大変好評でありました。そこで今年度の取り組みでございますが、今年度はこの柳瀬パークラインを継続するとともに、こうした試みを面で実施するため、小金公園を新たなフィールドとし、オープンスペースラボイン小金公園を実施いたします。以前の実験も、休日のみならず、今年度は平日も含めた日常的なオープンスペースの新たな活用方法を検討し、今後の公共空間や民間のオープンスペースの活用方法の検討につなげてまいります。またセントラルパークとしての小金公園再整備の検討に着手をしたところであり、今回の社会実験の結果も反映してまいります。この小金公園から令和4年度完成予定の再開発ビル柳瀬グラッセル35へとつながり、さらにはリノベーションまちづくりなどの取り組みとの相乗効果により、ときめきや安らぎを体感する都市空間を創出し、未来を描くセンターゾーンを実現してまいりたいと考えております。それではまずオープンスペースラボに小金公園の開催についてであります。お手元に、この黄色い配置を、配らせていただいておりますので、こちらをご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。概要でございますが、期間は10月2日の金曜日から11月1日の日曜日の、休日と平日の水木金曜日、1ヶ月間であります。場所は小金公園で実施をいたします。具体的な内容として、お手元の資料を開いていただいた、マップをご覧いただきたいですけれども、例えば、人工芝の上に椅子やテーブル、ハンモックのあるようなくつろげる空間を設置をいたします。日替わりでキッチンカーやコーヒースタンド、マルシェを設置をいたします。また、岐阜メディアコスモスと連携したブックコーナーですとか、親子で楽しめるワークショップコーナー、アクティビティスペースとしてスケートボードパークなど、さまざまな使い方を試み、検証していきたいと考えております。約1万平方メートルの空間に、日常的にテーブルや椅子が並び、コーヒーを飲む人や仕事をする人などが入って、イベントが行われ、気持ちのいい音楽が流れている、こんな空間でございます。いろんな人が集まり、この町としての風景が見えてくるワクワクする空間を、多くの出店者により創出し、オープンスペースの活用方法を持つ可能性を検討してまいりたいと考えております。市民の皆様には、こうした、空間の活用方法について実際に体験をしていただくことによりまして、近未来の入試のパブリックスペースの、あり方等についても、ご自分にイメージを膨らませていただきたいというふうに思います。次に柳瀬パークラインについてですが、今年度もトランジットボール2020に合わせて実施をいたします。でまずトランジットボール2020年についてですが、中心市街地において公共交通の機能を高め、
利便性を向上させるとともに、新たな道路空間の活用、さらにはにぎわいの経路などの目的として、平成28年度からトランジットモールを実施してまいりました。当初3年間は、長良橋通りにおいて、片側2車線の道路空間の活用を利用しながら実施し、昨年度は道路幅員の広い金華橋通りの南進方向4車線で実施をしたところでございます。これまではいずれも休日のみの実施でしたが、今年度は平日も含め5日間トランジットモールを実施しながら、周辺道路における交通への影響等を検証し、将来的な道路空間の新たな活用方法の検討につなげてまいります。期間については11月11日水曜日から15日日曜日の5日間、場所は昨年と同様に金華橋通りの小金町に交差点から文化センター前の交差点までの延長約580メートルの区間において、今年は南進北進の両方向で実施をいたします。スライド見ていただくとそのイメージが分かると思いますけれども、実施方法ですが、歩道側の第一車線は基本的にバスなどの公共交通のみが走行する。中央側の残りの車線を歩行者空間として活用することにより、公共交通と歩行者が共存する空間を創出してまいります。交通規制ですが、このトランジットモール自体は5日間の実施ですけれども、準備と後片付けのために交通規制は11月10日の火曜日から16日月曜日の7日間を行います。なお沿道の店舗や駐車場などへの通行は可能ですが、昼夜を通して片側4車線から1車線に車線減少を行いますので、朝や夕方のラッシュ時間などに渋滞の発生が予測されることから、通過される車両は迂回にご協力をお願いしたいと思っております。先ほど申し上げましたが、こうした交通への影響等について検証してまいります。なお、歩行者空間についてですけれども、昨年と同様に柳瀬パークラインやバスやタクシーなど公共交通に親しんでいただける公共交通フェスタを実施するほか、子どもたちに公共交通を学んでいただくなど、さまざまな活用方法を検討しております。また後ほどご説明をいたしますが、このトランジットモール2020の空間を活用しながら自動運転の実証実験を実施してまいります。次に柳瀬パークラインですけれども、期間についてはトランジットモールと同じ5日間、場所はトランジットモールの北側区間である金華橋通りの小金町2交差点から小金町5交差点前の区間で実施をいたします。今年度は中央モニターを挟んで両側で6車線分となる広い空間において平日も含めた新たな道路空間の活用方法について検討してまいります。具体的には人工芝の上でハンモックやクッション、テントでくつろげるアーバンキャンプや、スケートボードや卓球、ピンボールなどで集めるアーバンスポーツ、屋外での落書きなどのアートワークショップなどを予定しております。なお詳細な内容につきましては、後日情報提供させていただきたいと考えております。現在新型コロナウイルス感染症という問題がございますので、いずれの実験も消毒の徹底やマスク着用の呼びかけ、接触確認アプリの活用など、新型コロナウイルスのある生活のための厳しい総合対策に基づき、対策を講じた上で実施してまいります。では次に、先ほど触れました、バス車両による自動運転実証実験について伺います。本市におきましては、公共交通での自動運転技術の導入に向けた取り組みを進めておりまして、昨年度は小金公園で小型の自動運転車両による走行実験を行いました。今年度は金華橋通りや長良橋通りなどの一般道において県内で初めて小型バス車両による自動運転実証実験を行い、一般交通への影響や路上駐車など自動運転に際し生じる課題を検証したいと考えております。このスライドであるコースの通りであります。期間ですけれども、先ほどご説明いたしましたトランジットモール2020に合わせて11月12日木曜日から15日日曜日までの4日間、走行ルートは小金公園を出発し、 JR 岐阜駅を経由して柳瀬を巡る
1周約3キロの運行であります。運行時間は午前10時から午後4時までの1日5便を予定しています。また使用する車両につきましては、市内で運行していますコミュニティバスと同じ大きさの小型バス車両を予定しています。そこで実証実験の実施に伴い、自動運転技術を体験される参加者の方を募集をしたいと思っております。参加者の募集ですが、1便あたり5人とし、1日5便、4日間で合計100人を募集します。対象者は、市内在住でアンケートにご協力いただける人を募集いたします。年齢制限はなし。参加費は無料。乗降場所は、JR 岐阜駅の信長夢広場と岡根公園の2か所を予定しています。募集内容ですが、詳細については広報に10月1日号やホームページ等にも採用いたしますので、多くの方に応募していただきたいと思います。こちらも同じく新型コロナウイルス感染症対策を徹底するということで、車内の換気や消毒を実施するほか、乗車される皆様にもマスクの着用などのご協力をお願いしたいと思います。3点目です。中山道加納宿まちづくり交流センターの開館についてあります。もともとにこの交流センターの資料を配布しておりますので、ご確認いただきながら聞いていただきたいと思います。まず、施設についてですけれども、大変長い歴史がございまして、大正15年に、この加納町に役場が作られました。このまちづくり交流センターの前には役場が建っていたということです。昭和15年に岐阜市と加納町が合併したのを契機に、加納の支所として活用されました。先日の岐阜空襲でも焼失を免れまして、平成17年に国の登録有形文化財にも登録されましたけれども、建物の共同不足により閉鎖をされまして、惜しまれつつ、平成28年3月に、解体が完了したというところでございます。で、こうした中、跡地整備について議論が重ねられ、加納宿を中心とした中山道沿道の歴史文化の継承、地域のまちづくり活動の場を提供する中山道加納宿まちづくり交流センターとして完成に至ったものでございます。この施設を地域の方が活用され、総合交流まちづくりにつなげていただきたいと願っております。なお、建物内には中山道を訪れる方へのトイレや休憩スペース、また貸し会議室も完備しておりますので、広く市民の皆様にもご利用いただきたいと考えております。この施設の開館ですが、開館日は令和2年10月14日の水曜日です。完成式典を10月12日月曜日午後3時から中山道加納宿まちづくり交流センター内で開催をいたします。なお、新型コロナウイルス感染症の時期でございますので、内容を簡素化をし、検温や消毒などを行った上で20分程度で開催する予定でございます。この加納の歴史文化継承プロジェクト委員会というものがございまして、この委員会から加納城のジオラマ、和傘、加納の歴史や文化を伝える DVD などの展示品を寄付をしていただいております。式典の当日、私がこの委員会の皆さんに感謝状を贈呈したいと考えております。それでは最後の点目です。やっぱ岐阜屋で対象店舗で最大 20% 担保戻りキャンペーンの開始についてであります。いよいよあさって10月1日からやっぱ岐阜屋で対象店舗で最大 20% 担保戻りキャンペーンが始まります。本市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、本市の産業分類上約4割を占める、公務サービス業の店舗事業所等が売上の減少による大きな影響を受けている中で、廃業や休業等を防ぐため感染拡大防止に努めながらスピード感を持って、本市経済の回復を図ることを目的に実施することを決めました。本キャンペーンの実施にあたり、本市とペイペイ株式会社、KDDI 株式会社において協定を結び、非接触型の QR コードによるキャッシュレス決済を活用したポイント還元を行います。この機会に市民の皆様をはじめ、市外から本市にお越しいただいた皆様にも、市内の対象店舗等でぜひご利用いただきたいと考えております。事業の詳細ですが、利用できるサービスは、ペイペイと AU ペイです。
本キャンペーンの還元率は最大 20%、 1回の利用で最大1000円相当が付与され、期間中で最大1万円相当が付与されます。本キャンペーンは市民の皆様、市外からお越しの方が対象ということでございます。キャンペーンの期間中ですけれども、PayPay および auPay の対象店舗においてポスターの提出をしていただいています。このようなポスターで 20% 書いて大変分かりやすいようですけれども、ご利用の皆さんに PR するという意味で店舗に提出をいたします。なお手元にはチラシも配合させていただいておりますけれども、各店舗にご視聴チラシも置いていただいて、市民の皆様や市外からのお客様にも PR をする予定となります。なお9月15日時点の対象店舗数でありますけれども、PayPay においては約5100箇所、auPay は約3200箇所ございます。店舗等の詳細については、有志ホームページに掲載されている一覧表をご確認をいただきたいと思います。実施期間は、10月1日の木曜日から、10月31日の、土曜日の1ヶ月間であります。周知については、ホームページでもご案内をしておりますし、9月15日や10月1日の広報でも事業について案内をしているというところでございます。発表事項は以上です。ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思います。まずはじめに幹事社の YouTube の機会でしょうか。商店街関係の思いを含めて、本当に残念であると思います。今後については、今回どんどん討議しておりますように、中心市街地活性化のために、ビル所有者の意向も踏まえて、引き続き商業施設として活用いただけることを期待をしているというのが私どもの立場です。また、商業施設への出店を促すために、商店街関係者からの意見も聞きをしながら、必要に応じて効果的な支援策を検討してまいりたいということでございます。議会答弁後の何か状況が変わったことが聞いております。はい、以上です。ありがとうございました。続いて同じく幹事長の中村さん、どうでしょうか。よろしくお願いします。中村さん、話をします。発表事項とは違うんですけれども、昨日国の方から東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの日程が発表されました。これまでの予定とほぼ変わらず、日程そしてランナーの変更ほぼないということで、岐阜県内来年の4月の3日4日の開催というふうに決まりました。岐阜市にとっては特殊期間を抱えているということで注目も高いんですけれども、そういった国からのウォークウェイでの聖火リレーも予定通り実施されるということですが、まずこの市長の受け止めをお聞かせいただけますでしょうか。はい、私も政界連の発表といったことをしておりますけれども、まず期間として、本来は今年開催ということでしたが、大変市民の期待の高い時期での開催ということで、それが来年の引き続き同じ時期に開催していただけるということは大変ありがたいと思いますというところから決めようというふうになります。なお詳細についてはまだこれは岐阜県を中心に県内のルートを決まっておりますので、
どのような流行があったか、当然新型コロナウイルス感染症対策ということも重要なテーマになっていて、どのような対策が必要かと、しっかりと県と連携しながら、ね、ご準備を進めていきたいというふうに考えています。市民の皆さんにも楽しみにしていただきたいというふうに思いますし、また地域の活性化にもつながると思います。私も大いに期待をしています。ありがとうございます。あと今、市長の発表がありました、バスの自動運転の実証実験、そしてトランジットモードという発表があったんですけれども、また将来的なところはなかなかこの法整備も含めてですね、なかなか先に見通せない部分もあるんですけれども、岐阜市内の路面電車が廃止になってこれも15年経つということも含めまして、市長としてのですね、今後の岐阜市の公共交通の在り方、どんなイメージを持っていらっしゃるかというのをお聞かせいただけますでしょうか。私着任以来、この自動運転の実証実験、スマートシティというのことで、もう少しやりまして、さまざまな研究、実験を行っております。技術は新技術でございますので、現在は、U バスの5000バス、それからコミュニティバス、さらにはデマンドタクシーとですね、地域の皆さん、かなりの部分をカバーしていますけれども、きめ細やかに、ご活用いただいておりますが、この自動運転がですね、実際に技術をきちんと自動に乗って運行することができるようになればですね、市民の皆さんにとっては安心して移動することが大事なんですね、役割を果たしてくれるという私は期待しております。このようなものが実際に技術段階としっかりと乗ってくるということを心がけたいと思いますし、これからも公共交通というのは、特に高齢社会に欠かすことができない重要な、ありがとうございます。以上です。各社はいかがでしょうか。よろしくでしょうか。吉野さん。市長としては、市長の確認をしているというと、あとは、この次ですね。
市議会、私ども議員代表でございますので、市議会の議論というのはしっかりと行います。教育委員会には、関係部局と協力をして、まずは入札部長に至った原因調査を行うとともに、子どもや保護者、地域の皆様に、今議会の経過等を説明をして、今後の方向性についても慎重に検討した上で、改めて丁寧に説明するように指導にしております。一方で、中核市59市ございますけれども、そのうちの30市で、事故以外のプール、これは民営なんですけど、公営のプールです、近隣校、こういったものを利用した水泳事業が既に行われているというのが全国的な現状でございますし、また一方で20市はプールの整備方針を検討している、こういう形でございます。いずれにしても全国的にも学校プールのあり方というのは課題であるということでございますので、子どもたちのことを第一に考えて、教育委員会には検討していただきたいというのも。はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。で、結論を持ちまして、